香港フィルハーモニー管弦楽団、香港管弦楽団、英語、香港フィルハーモニックオーケストラは、香港を拠点に活動するオーケストラである。略称は、白ト港ク。香港フィルハーモニー管弦楽団の前身は、1947年に設立された中英管弦楽団である。同年10月31日に、香港大学、陸誘導にて、 このオーケストラの最初の演奏会が行われた。1957年に香港管弦楽団に改名し、1974年に香港成長主導によりプロオーケストラとなった。1989年に音楽監督に就任したデイビッド・アサートン以降、オーケストラは飛躍的に成長を遂げた。さらに2000年に 音楽監督に就任したサミュエル・ウォーンによる大幅な学院整理によって、学院と指揮者間では大きな圧力を生じることとなったが、学院の若返りなどにより、結果的にはオーケストラのレベル向上となった。2004-2005年シーズンにより、オーケストラビルダーと名高いエドでワールトが、音楽監督及び主席指揮者に就任した。でワールトの指揮で講演された。 コンサートオペラ形式でのサロメ、バラの騎士、エレクトラ、蝶々夫人、ワルキューレ大一幕、ベートーベンのフィデリオはいずれも大きな反響を呼んだ。また、マーラーの作品を音楽監督就任以来積極的に取り上げ、第8番以外のマーラーの公共曲は全て演奏をしている。定期公演をはじめ、オペラやバレエとの共演、ポップスターとのクロスオーバーコンサートなどで、 年間150回以上の演奏回数をこなし、年間20万人以上の聴衆を動員している。主なコンサート会場は、香港文化中心と香港大会堂である。2010年3月10日、2011、2012年シーズンをもって、音楽監督及び主席指揮者のデワールドが契約を終了する旨が、香港フィルより、プレスリリースで発表された。2012、 2013年シーズンにより、ヤープ・バン・ズベーデンが音楽監督に就任した。2018、2019シーズンに、ニューヨーク・フィル・ハーモニック音楽監督に就任するバン、ズベーデンだが、2016年6月9日、香港フィルとの契約期間延長が発表され、2021、2022シーズンまで、香港フィル音楽監督を務めることとなった。 音楽監督警官指揮者主席客演指揮者、ありがとうございます。